春日富士高大は宮城県オシ郡軍オ町出身で春日山部屋に所属した元大相撲力士。本名は岩永幸樹。現役時代の体格は177センチメートル144キログラム。最高位は東前頭筆頭。特異手は月、推し。引退直後は年寄りカ山として春日山部屋の師匠だったが、 2012年2月29日付で、雷に、名席変更し、春日山部屋付き親方として、更新を指導していた。同年9月20日付で日本相撲協会を退職。理由は、一身上の都合としている。宮城県押賀町の生まれであるが、5歳の時に、神奈川県川崎市に引っ越す。川崎市立桜本中学校時代から街道として、 知られていた一方でかなり荒れていたともされ、春日山親方が中学へ勧誘に出向いた際には、校長が迷惑をかけてしまうかもしれないからといって、岩永少年の入門を思いとどまらせようとしたという逸話がある。中学卒業後、春日山部屋に入門し、1981年3月場所に初土俵を踏んだ。1988年1月場所には、新十両、 1989年3月場所には新入幕を果たした。月押し相撲で活躍し、1990年7月場所には場所後定年を迎える師匠の花向けとなるかのように受賞後輩の成績で関東賞を受賞した。師匠の退職に伴い春日山部屋が元関分け、道のく嵐の味川部屋に九州合併される形で、 翌1990年9月場所からは、味川部屋所属となり、幕内中権力士として活躍した。なお同年9月場所5日目には、大関、北天竜を下す主君の星を挙げている。1991年、9月場所後のロンドン公演の際に膝を怪我をしたが、海外公演には交渉制度が適用されないため、休場せずに連続出場を続けたという逸話がある。 1993年5月場所、安治川親方が病気療養を理由に部屋経営を断念。安治川部屋は元横綱、朝日富士が師匠となった。現役時代の朝日富士と春日富士とは対戦したことがあったため、本場所で対戦した相手が師匠になるという珍しい出来事も経験した。結局、初土俵から引退直前までの間に1060回連続出場を、 果たした。体型は中安小型であったが大型化する力士たちを相手に突き押しのほか当たってからの変化、いなしなどが強烈。時事時間前に立ったことも何度かあり、キビキビとした気風の良い相撲っぷりが魅力的な力士だった。1996年9月場所、場所明けから休場して現役引退を表明、年寄り、春日山を襲名して、春日山部屋を再興した。 故郷の川崎市に部屋を構え、初めての神奈川県にある相撲部屋として、地域に結びついた部屋作りを目指してきた。2011年、弟子の春日王が、大相撲やを調問題に関与した責任で、委員から主任へ降格となったが、翌2012年、1月場所後の理事選に出馬し、当選した。さらに、同年2月29日、同門の元幕打ち、 浜西樹に年寄り名跡と部屋を譲り、自らは雷に名石変更し、部屋付け親方として日本相撲協会理事、協会総合企画部長等の職務に専念していた。七代立浪が一門を離脱した際に、新しい一門の名称をどうしようかと悩んでいた親方衆に対して相撲協会が公益法人を目指して頑張っているときに、 自分たちの一問が揉めている場合ではないと一声上げて、春日さん、伊勢ヶ浜連合に決着したという。ところが、9月場所は初日から出勤停止処分となっていた。9月12日発売の週刊新潮9月20日号には、相撲協会女性事務員との不倫報道と不倫交際費を経費として、協会経費に申請していた問題が掲載され、9月16日に、 理事辞任願いを提出したが受理されなかった。9月20日に退職届を提出、当日付で受理された。退職に際し、報道は噂話で違う部分もあるが、大事な時期に協会に迷惑をかけてしまったことは事実。理事として責任を取った。一生懸命仕事をしてきたつもりだが、プライベートなことで迷惑をかけてしまい、申し訳ないとコメントした。 2013年11月11日、浜西樹から退職後も不当に保持しているとして、明席証書引き渡しを求める訴訟を起こされたが、2016年8月2日に横浜地裁川崎支部で下された一新判決は、春日不治による証書所有の正当性と部屋継承の対価についての主張を認める内容であった。このため、浜西樹が、 東京高裁に控訴し、2017年1月の相撲協会との人材育成契約更新の締め切り時点で和解協議中のまま事態は進行。その後、契約更新の叶なわなかった浜西樹の相撲協会退職に伴い、同年2月20日、双方が請求を取り下げ和解して、訴訟は終結した。同年3月9日、死去。51歳没。当初、 遺族の意向により、死因などは公表されていなかったが、月間、相撲の2017年5月号で、心筋梗塞であったと明かされた。ありがとうございます。